夕食料理マンカメローの11代目若主人になります小西武弘です。今日はしそうどんご紹介をしたいと思います。まずおうどんをこねるときに塩水を使用します。で用意してもらうのが、こちらお水と、お塩用意して、作っていきたいと思います。そうですね、同じ濃度です。この塩水を作っておかないと、うどんのですねコシが弱くなるんですね。うどんをこう真水で作るとどうしても弾力がなくなったりですね、あとは乾燥が早くなったりとか、あと湯がく時間も大変長くなることもあるので、こう塩水を使って調理してもらった方が、美味しく早く仕上げることができるかなというふうに思います。火かけていただいて沸いたところで終了になるので、これはもうこのまま進めていきたいと思います。大葉と、梅肉を使用してしそうどんを作りたいと思います。まず大葉なんですけれども、非常にアクが強いので、一度刻んでから水にさらします。できるだけ細かく刻んでいただいた方が、麺を作る上でちょっと混合物の大きさが大きいと、麺が切れやすくなったりしますので、できるだけ細かく刻んでください。で刻み終わりましたら、このようにザルとボウルに水を張ったところに入れてください。うどん用の塩水が湧き上がってきますので、で人に立ちしたらもう止めといていただいたら結構です。こんな感じで、全部溶け切った状態になっていれば OK です。でこれを冷ましておいてください。なのでこれをあらかじめ前日から作っておいてもらうと早くできると思います。大葉の方なんですけれども、一度水でさらしてもらったら、こんな形でちょっと湿った状態で塊になっていると思います。でこの状態でも一度アクが抜けてますので、よく絞っていただいてですね、これを今度さらに細かく刻みます。このような形でみじん切りにしていきます。どうしても最初にみじん切りにしてしまうとですね、さらす工程でザルの穴から全部抜け出てしまうので、一度細く刻んだ後にこのようなみじん切りを作ってください。でですね、こちらが、うどんの本体になります、小麦粉ですね。でこちらの方に直接もう刻んだ大葉を入れておいてください。で次に使用しますのが梅干しなんですけれども、梅干しのどうしても果肉を使うとですね、水分量が増えすぎてしまうので、中の果汁をこのようにしてくり抜いてください。外側の皮だけ使います。でこれも、しそですね、大葉と同じように、みじん切りにします。ここに同じように入れておきます。でこれを混ぜ合わせていくんですけれども、ちょっとこのボウルのサイズだとあふれかえるので、皆さんも大きめのボウルをご用意いただいて、作業してもらうとやりやすいと思います。こんな感じでまず粉と大葉、梅肉を軽く混ぜ合わせてください。こちらがうどん用の塩水になるんですけど、いきなりこう全部入れてしまいますと、日々の湿度の変化であったりとか、材料の水分量によって多少のズレが発生しますので、だいたい半分ぐらい一番初めに入れてください。これぐらい入れていただいて混ぜ合わせていきます。そうするとちょっとずつ塊になっていきますので、これが全部一つの塊になるまで、水を足していきます。生地を折り返しながらっていうような表現になるかなと思うんですけど、
まあ、一旦ボウルの中でこのような形まで作っていただいて、ここからはもう板の上で直接練っていきます。まあ、練るときはこのようにこう押して折り返したところを上から押さえ込むような形で練ってもらえると生地が馴染みやすくなります。だいたいこれぐらいで大方混ざってきたと思うんですけれども、生地をこのように丸めてもらった時に指でこう押さえ込むとこう生地が反発してきますので、この反発があまり早すぎると生地が硬いです。この後こう伸ばす時にすごく伸びにくい生地になるので、かといって柔らかすぎるとですね、あの面が伸びて、まあ、食感のあまり良くない生地になるので、自分の感覚の中ではこう押さえ込んだら一泊してこう戻ってくるような、そういう硬さを目指して練り込んでいます。これぐらいでいいかなと思います。で、保存方法としては練り上がった生地を、私たちの店ではさらしでこのように包んで、だいたい2時間から3時間ほど、常温で置いております。冷蔵庫に入れるとどうしても硬くなりすぎるので、常温で置いておいてください。これがちょっと、2時間ほど寝かしたものになります。一回またそういう風に練った方がいい。そうですね、どうしてもこう塊が強くなっているので、少しこう生地自体を、まあ、動かしてあげるというか、表面のなんか質感というかですね、見た目も結構こう艶やかになってきているので、練りたてっていうのは結構ボソボソしてるんですけど、艶感もしっかり出てきます。目を伸ばす時に使う打ち粉ですね。打ち粉として私のお店では、浮き粉を使用しています。浮き粉を使用している理由としては、小麦粉に、まあ、混じりにくい粉であるということですね。なので小麦粉に近い性質の粉を利用してしまうと、この中にどんどん入っていくので、まあ、打ち粉としての役割を果たさない、まあ、結果あの麺にしたんですけど結局くっついちゃうという状態が起きるので、私のお店では浮き粉を使っています。割と汗だくになると思うんで、エアコンつけてもらうのが一番いいかもしれません。結構暑いんで、特に7月となると。伸ばす時のコツはできるだけ四角に伸ばしていってもらった方が、ロスが少なくて済むので、せっかく頑張って作ってもらった生地なので、できるだけ全部食べてもらいたいなと思いますので、四角を目指して伸ばします。まあ、厚さの方はもうご自身のお好みで結構です。それによってちょっと湯がき時間が変わってくるとは思いますけれども、まあ、厚めの麺がお好きな方は厚めにしていただければいいと思いますし、細麺が好きな方はこの生地がちぎれない程度に、伸ばしてもらうといいんじゃないかなと思います。まあ、分量の比率的にはかなりしっかりめの麺ができると思いますので、まあほどほどに薄くしておいてもらった方が最終的に食べやすいんではないかなと思います。で、大体これぐらいで、伸ばし終わりです。パンにのせて食べてもらうあのスライスチーズぐらいの厚さ、はい、あれぐらいの厚さになってると一番いいかなと思います。折りたたんで、いきます。こんな形で折りたたんでください。なので、ここの折りたたむ幅に関してはご自身の、ご自宅にある包丁の幅、やっぱりこの包丁自体がこう小さいのしかないよっていう方はここの幅を短めにしてもらった方がいいと思いますし、大きいものがある方は割と大きい方が、まあ、作業自体が早く終わりますので、まあ大きい包丁を使ってもらうのが一番いいかなというふうに思います。はい、ではここから麺を切り出していきます。一番端はちょっと落としていただいて、まあ、こんな形で切ってください。
まあ、そば打ちの板とかがないので、だいたい幅は2ミリぐらいですかね。これぐらいの幅で、まあ、うどんと言ってますけど、まあ、喉越しを気にしてますので、だいたいそばぐらいの太さになってます。1人前ぐらいの量ができましたら、またここに浮き粉を少し振っていただいて、でこれを一度軽くこんな感じで混ぜます。でこれを1本ずつですね、ちょっと手間なんですけど整えて束ねといてもらうと、湯がく時に分量をコントロールしやすくて非常に楽です。で一人前でこれぐらいの量になります。では、しそうどんの方を湯がいていきたいと思います。で湯がくときはですね、このような感じでバラバラにしておいてもらって、完全に沸いてるお湯に入れていってください。あの沸きが弱いとですね、麺が踊らないので、固まったりですね、切れの原因になりますので、できるだけ沸いた状態で麺を入れてください。沸いてきましたら軽く箸で優しく動かしてあげてください。どうしても生麺なのでそこにくっついたりすることがあるので、少しだけお箸で動かしてあげると、くっつきもなくなって美味しく仕上がると思います。で茹で時間に関しては8分を目安で、湯がいていただけるといいかと思います。では湯がいている間に、薄揚げですね、お揚げさんは今日の量だともう本当これぐらいあればいいかと思います。で、少し開いていただいて、包丁でもいいですしバターナイフとかでも結構ですので、中のおからの部分ですね、これを取っといてあげてください。取っといてもらうとこうパリッと仕上がって食感が良くなります。よいしょ、まあ、これぐらい取れてればいいと思います。で、この、お揚げさんはフライパンで少し香りをつけるために焼いていきたいと思います。で熱したフライパンに、乗せてください。でもうほんとすぐ揚がりますので、ではこのような形で、しっかりこう硬さが、まあ、香りも結構香ばしい香りがしてるんですけれども、しっかりこう持った時にプランとしないぐらいパキッとするぐらいまで火を入れていただいて、で、これを刻んでおきます。で、割とこうしっかりめに焼かれた場合はですね、このお揚げさん自体がもう弾力を失っているので、一度霧吹きなんかでちょっと水分を与えてあげてから切ってもらうと割が軽減できるのでいいかと思います。まあ、このような形で、仕上げてもらうと、まあ、長い方がですねお箸でつまみやすいので食べてもらうのが簡単だと思いますので、三つ葉もですね沸いたお湯にさっとくぐらしてもらったらいいです。入れていただいて、これぐらいで結構です。それからエビですね、エビこちらも、まあ、半生ぐらいで食べてもらうといいんですけど、まあ、今日はあの車エビを使ってますが、実際にご家庭では車エビはちょっと手に入りにくいかなと思いますので、冷凍のむきエビなんかでもいいですし、小さいお子さんがいらっしゃる家庭だったらカニカマなんかでもいいかなと思います。でエビはもう表面が赤く色づいたら OK です。はい、ではちょうど麺が湯がき上がりましたので、これを一度、お湯から外して流水で洗っていきたいと思います。でこの工程でしっかり冷やしておいてもらうと、コシがしっかり生まれるので、
まあ、食べた時に、コシ感の強い、しそうどんができるかなと思います。エビこのまま1本だと食べにくいので半分に切っておいてください。はい、まあ夏なので、まあ、今回しそうどんにしたのはこういうちょっと麺が緑がかってきててですね、ちょっと涼しげに見えるかなというところの発想からこういう麺を作らせていただいて、で盛り付ける時は、まあ、この麺が重要な、メインディッシュになるので、真ん中に置いていただいて、で、まあ、彩りを添えるようにきつね薄揚げですね、それから青い、三つ葉を乗せて、で、メインの副菜となるこのエビをですね手前に持ってもらえるといいんじゃないかなというふうに思うんです。はい、あとこの盛り付けが完成しましたら最後ここにめんつゆを入れたいと思います。で夏なのであんまりめんつゆの色もですねあんまりこう濃くしちゃうとですね暑苦しく見えますので、ちょっと色を薄めに仕上げていただけると、まあ、視覚的にもですね、心地よいこう涼しさが感じていただけるのではないかなと思います。今日の動画を見ていいと思われた方はいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。こんなにみんなに見られながら食事をとるというのはですね、なかなかないっていう作る側ですしね、はい、こうやって食べてますけど自分で作ってはるんで狙いとしてはそうですね、食感とやっぱり大葉とこの色と香りとを一応意識して作っているので、まあ、それに向けてはできているのかなとは思ってはいるんですけども、で、まあ、それに、まあ、色合いとかは見ていただきながらの、はい、美味しかったですか？美味しいです。ああ、よかった。もちろん美味しいですいや、よかったですね。でもなんかこう普段は僕らこういう提供の仕方をしないじゃないですか、ぶっかけというかですね。ああ、そうですね、はい、ね、麺とこうおつゆ一緒に張って出すっていうのはなかなかしないので、まあ、すごくなんか今回のこの撮影に関してはそば出しの色に苦労してるかなっていうところが個人的な印象としてはね、そうですね、そこは、はい、最初何気なしに作った色が、まあ、こういう風に持ってみての色合いっていうのがやっぱりせっかくガラスの器なのに、なんかね、そうですね、はい、真っ黒だとっていうところで、まあ、言っていただいてからのこの色合いなので、よくはばいですか、はい、良くなったなと、良くなったなというか、はい、ぜひやっていただければと思います。はい、では今日はありがとうございました。ありがとうございました。日本料理アカデミーは日本料理の理解促進と魅力の向上に寄与することを目的として活動している NPO 法人です。日本料理の、料理人、農学、家政学、調理学、食文化の研究者、食の教育者、飲食業界を支えている関連業者の方々が参加しています。料理の科学的な理解と文化の発展を志として活動をしています。海外国内の料理人が参加するコンペティション、学校での食育、SDGs、海外の料理業界との活動、出版や検定事業、それぞれ委員会のを作って多方面に向けた活動をしています。現在、準会員、活動を支援してくださる参助会員を募集しています。25歳以上の料理業界関係者、活動に賛同いただける個人や法人の方々など、興味のある方はぜひ概要欄をご覧ください。